どうも、本能の小物釣り師です。本日はマルポリに来ました。ちなみに前回来た時は、去年の暮れの冬の寒い時で、半分凍っているような状態で、半日粘って釣れたのが一匹という、大貧下に見舞われまして、ちょっとそれにコリコリとなって、冬の間、ここに来るのはやめてたんですが、まあだいぶ暖かくなって、春になってきたので、そろそろ釣れるのではないかなと思って、やってみることにします。さて、釣れるでしょうか。釣り方ですが、竿は15尺、棚はバランスの底、餌は上っ張りには、午前中霞ヶ浦で使った鯉釣り用の天下無双、下張りにはノズリグルテンダントツをつけております。というわけで、底釣りピクリともしませんでした。ちょっと最後に、確信を持ってきたので、ちょっとだけ作って、朝棚をやってみたいと思います。以上、というわけでした。ちょっと春になってきまして、底釣りの方がむしろ難しい季節に突入したようです。次回からはまた、作戦を考えて挑みたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。